こんにちは、タカラトクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ皆さん、引きこもりの日々がね続いていますけれども、いかがお過ごしでしょうか。かなりね、家にこもってるだけだとね、フラストレーションたまると思うんですよね。僕ももう子供3人、育てながらですけど、ゲーム実況をね配信したりとか、あとはレコーディングしたりとか、いろいろとやることいっぱいあるので、暇をしているというよりはこの時間をね、本当有意義に使っていこうということで、今回もその一環として動画を上げていくんですけれども、今、このコロナウイルスですね、日本はねまだまだ感染拡大路線、なのかということと、金融業界ですね、金融業界の先行きのねこう安心感が出てきていて、今回復基調に、ね、なっているんですね。でそれに伴って、仮想通貨がどうなるかっていうのもちょっとお伝えしていこうかなと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、このね怖いコロナウイルスですけれども、4月11日の、1日あたりに確認された感染者は36都道府県で714人となりまして、なんと4日連続で過去最多を、ね、更新して初めて700人を、超えていますね。ちなみに世界では184カ国地域の国地域に、ね、広がっていますね。連日ニュースで、ね、見ているので多分もうこの数字が、ね、どんどん上がっている、過去最多を、ね、どんどん更新しているというのは皆さんも、ね、ご存知の通りだと思います。累積感染者では、世界全体で、ね、170万人を、ね、実は超えていると。で死者は 10.6 万人を上回っています。顕著に、ね、見られるのがこのアメリカですね。アメリカの死者は2万人をついに超えまして、イタリアを、ね、上回って世界で最も大きくなりましたね。もうそのヒスパニック系とか、ね、黒人系の、方々の死亡者数が多いというふうには、ね、私もニュースで見ましたね。東京でも、ね、患者数増加しましたね。11日はこれまでで最も多い197人に、ね、達しておりました。本日、ね、4月12日の数字も気になるところですけど、後ほど多分出てくるでしょう。緊急事態宣言も、ね、発出したので、ウイルス封じ込めに、ね、成功できれば、封じ込め、その何でしょう、人との接触を8割削減すると、そういったものに成功すれば夏までに収束して平穏な、ね、日常が取り戻せることに実は期待しております。これはあくまで期待ですのでね、本当にどうなるのか分かりませんし、まだまだこういった、状況が続くと思います。ワクチンもね、今世界各国の、大学病院などが開発にね着手しているということですので、期待感も持ちつつね、まずは自分がかからないように、そして人にうつさない、そういった、自粛行動を、ね、取ることが大事ですよね。さあ気になる日本政府の動きなんですけれども、残念ながら感染拡大路線の模様ですね、まだもう本気の封じ込めではない、本気でこのコロナウイルスを、日本から、駆逐しようとはしてないんじゃないかなと。いまだね検査に消極的ですよね。よく森山中の一人が感染して何度も頼み込んでやっと検査できたとか、いろいろ話ありましたよね。でなおかつ、最近はね感染発覚してもですね、隔離せず、自宅待機させたりとか、一応今アパホテルとか東横インとかそういったところで隔離を、していますけれども、コンビニ加湿が OK になっているところもあるということで、これ都道府県でもかなりばらつきがあるわけですよね。ですので、やはりここはもう一貫してないわけですよね。もしくはその無症状、感染しているけど無症状の方もたくさんいるわけですよね。で空港検疫も一応入国者に、公共交通機関禁止と、自己隔離を要請しているけれども、ほぼほぼノーチェックだと。やっとですね、サーモグラフとか熱を、ね、測るやつですね、熱を測るセンサーを設置したりとか、近くで言えば沖縄県宮古島はですね、空港を封鎖しました。訓練用の離着陸のみで外部から入ることも、宮古島から出ることも今できなくなっていますね。一説によると、つい最近まで沖縄県はですね、感染者がほとんどというか一人も出なかった、3人最初出たんですけど、一番早い時期に、それからずっと感染者が出なかったので、沖縄安全じゃないのかと
言われていまして、そして沖縄でもね、あの感染者、本島ですね、沖縄本島の方で感染者が出ても、その後宮古島と石垣島がなぜかね感染者が出なかったんですね、報告なかったんで、みんなでそっちに行って遊ぼうよっていうような、あのちょっと流れができてしまったらしくてですね、ですのでもう、まあ、宮古島はですね空港を封鎖するといった形になってますね。話を戻して、東京都知事が焦って多くの業種に、ね、営業自粛を要請しようとしても、政府側がですね待ったをかけて、2週間延期してはどうだろうとか、業種見直しを、ね、検討するよう伝えたりして、足並みが、ね、全然揃わなかったですよね。なんかこうもニュースで、見てましたけど、どうすんのっていう感じのやり取りがずっと、されてました。で政府にあの本気で、ね、感染を封じ込める気が、なくて、まあ、批判されないための見せかけ対策、ね、見せかけの対応に思えるのは多分僕だけじゃないんじゃないかなと思うんですよね。本当にあのロックダウンをしてでも、もちろんその経済もうすでにあのこの状況でも経済にかなり深刻な、ダメージが与えられてますけれども、やっぱり一刻も早いそのコロナウイルスの、撲滅をするにはもっと厳しい措置があった方がいいのかなというふうにやっぱ思うんですよね。本当に僕も昨日一昨日とはね、あのウェディング演奏があったんですけれども、本当に3日前ぐらいまでですね、沖縄県知事の要請が出るまではやるっていうふうに言われたんですよ。でももうそれってかなりあのリスクが伴いますよね。それぐらいその周りの意識、あの一般の人たちの意識はその結局日本政府の意識と同じだと思うんですよね。だから日本政府がしっかりと意識を高めていく、もしくはその本気であのこのコロナウイルスを、まあ、駆逐していくというような、思いじゃないと国民も同じ気持ちになりませんよね。一応今日初めて非常事態宣言が出て初めての土日ということで、天神、東京、そして、まあ、大阪、本当に人がね、全然いませんでしたけれども、やっと今これですからね。まだまだ潜在的な氷山の一角ではありますから、今潜在的な感染者はねこれから出てくると思います。ただ日本の医療レベルはねやっぱ高いですね、高いですから、やっぱ欧米と比べると10分の1以下の被害にとどまっていると言われてますね。対策を世界最低レベルにすることでわざと感染を広げているという説もありますので、まあ、ここまでいくとちょっとね、信じるか信じないかっていうレベルになりますが、まあ、本当にここは日本の医療レベルの高さもあります。ただ看護師、私母と妹2人が看護師なんですけれども、本当に医療崩壊ギリギリのね、医療崩壊に近い状況にあるというふうに、本当に命の選択をしなければならない、若い人を助けるのか高齢者を助けるのか、そういった選択を迫られる今ところに来ていると話していましたのでね、そういったちょっと誤情報を与えるチェーンメールなどもね今出回ってますけれども、本当に情報の精査はねしっかりとしていきたいですね。で日本政府の狙いとしては感染拡大路線を進めて日本社会に大きなショックを与えて、それを理由に社会構造改革と経済リセットが行われるかもしれない。今のうちに社会構造改革と経済リセットをやっておかないと国の、ね、借金が増え続けていずれ滅びることになる。そこで、まあ、30年から50年先を見据えて決断した、まあ、官僚の方がいるのかなというふうにも、ね、捉えられますし、本当に今こう日本が置かれている状況っていうものを一度何かの形で、リセットしないといけない。それはやっぱり痛みを伴うわけなんですけれども、まあ、その痛みを伴う構造改革っていうのは、ね、過去にも聞いたことありますけれども、そういった、期間を、ね、どこでどのように過ごすか、しっかり調べて、ね、考えて決めなければいけませんね。例えばですけれども、もう70年以上前、太平洋戦争の時にこれはもう未曾有の、被害が出ましたけれども、その時滞在していた場所が北海道なのか東京なのか沖縄なのか満州台湾なのかでは、その後の人生がね大きく変わった人々がたくさんいますよね。これは想像に難くないですよね。沖縄戦の場合、沖縄にいた方がもう住民のねほとんどの住民が亡くなった沖縄戦がありました。満州もそうですね。東京も大空襲を受けました。そういった意味でも今回も暮らす場所によって今後の人生が大きく変わってきます。これは沖縄がいいとか悪いとか東京がいいとか悪いとかっていうわけじゃなくて、そこをしっかりとね調べて自分で決めていかなければいけない。はい、僕はそのまま沖縄で過ごすんですけれども、それはまあネットがあるからですね。ネットがあってネットで今稼いでる
状況があるからこそ今沖縄を選択していますけれども、今後こういったあの疫病とか震災、天災ですね、もうそういったものはあの十分考えられますので、そこをどういうふうにあの自分でね取捨選択していくかっていうのがね非常にあの重要になってきます。じゃあ今後の金融界、まあ、仮想通貨の方もどうなるかというと、まあ、金融業界見てみるとですね、FRB ですね、米連邦準備理事会などの、中央銀行の政策で金融危機は封じ込められるというね楽観がね今広がっていますので、世界の株式市場の、戻り歩調が、実はね続いているわけなんですね。アメリカダウ、工業株30種平均はコロナ前の高値からの、ね、下げ幅の5割、日経平均株価は4割を取り戻して、いますね。そして低金利の長期化と、コロナ後の緩慢な回復を見据えて、今投資家は株を買わざるを得なくなると、見る専門家も、いらっしゃるようですね。さあ実際のところですね、今、ダウこちらの方も、今プラス、285ポイントを戻していますね。ナスダックも62ポイント、戻しています。金の方もね、少しずつ、戻しておりまして、日経平均に関してはですね、先週4月10日の終値はプラス152ポイントということですので、少しずつ株式市場は世界経済を含めてですね、期待感がね安心感が出てきているなというわけですね。景気後退化での株価回復には市場がね再び政策依存をね強めているという構図も見えてくるわけなんですけれども、やはりトランプ大統領がこういった支援策をしますよと、で FRB 長官の発言によって変わってきたりとか、まあいろいろですよね。実際にあのやっぱその市場相場っていうのはテクニカルよりは本当にファンダメンタルが非常に重要となってくる構図もね見えてきましたね。そして気になる仮想通貨なんですけれども、今後もやっぱ世界情勢ですね、情勢になってますね。世界情勢ですとかね、他金融界の影響を受けながら、まあ、価格は、ね、上下すると思います。ただ長い目で見るとやはり長期的に見ると、価格は上がってきて、おりますね。そして10日にですね、仮想通貨実は、価格をねガッと、下げましたね。こちら下げていったんですよね。こちら、ブルーの線がですね、ダウ、そしてオレンジが日経平均株価なんですけれども、まあ、ダウの高騰に関しては特に、相関性は見られなかったんですけれども、10日にですね、こちら価格を下げたのはビットコインキャッシュとビットコイン SV のですね、半減期が影響していると、言われていますね。もう10日午前9時台では、このビットコインキャッシュの反撃は、ね、無事終了したというニュースが入ってきているんですけれども、まあ、その後、下がった後に、まあ、若干上下しながら、まあ、レンジ相場を保っているというところですね。今はね、ニューヨーク、日本、どちらも、ね、株式市場は今お休みとなっておりますので、まあ、この後価格がどういうふうに動いていくかというと、もう少し下げそうな感じですね。前回の動画でもちょっと下がるというような話をしたんですけど、もう一度このレンジ相場の時って、ね、微妙なんですよね。パワーを溜め込んじゃってるんですよね。上にも下にもどっちにも行ってしまうというところですので、まあ、週明けかなり値動きがあるんじゃないかなというふうに思っております。ですからファンダ、ね、材料の方をしっかりと見ていくことが非常に重要ですね。ビットコインも75万円を、ね、下回りましたね。一時前日比 6% 安まで、ね、下げ幅を拡大しています。これが8日から、ね、10日にかけてビットコインキャッシュと、ビットコイン SV の反撃があったからということで先ほど説明しました。その中でもですね、非常に伸びている、銘柄がありますね。それがですね、この、チェインリングですね。チェインリング、まあ、リンクというふうに呼んでるんですけれども、ビットコインキャッシュとその SV がねかなり大幅に落ち込んだんですけれども、10日、それによって、まあ、他の上位アルト銘柄も、同時つれやすになっているんですけれども、その中ね、リンクの方は非常に伸びているんですね。これはバイナンスがですね買収した、仮想通貨の、確かデータサイトでしたかね、それがそのチェインリンクという企業なんですけれども、そこが
かなり高騰してきているということで、ちょっと今後こちらのリンクもですね、個人的には注目しておりますね。はい、さあ今後は、仮想通貨一旦下がってまた上がって、この上下を繰り返しながら緩やかに上昇していくと。ですから長期的な目線で、ぜひね見ていきながらどんどんね資産構築をしていきましょう。僕もね今は本当に連日 FX 為替の方もね勉強してるんですけれども、本当に奥が、深い世界ですね。チャートの見方はだいぶ分かってきたんですけれどもね、仮想通貨は過去を見れば見るほど本当に全然そういうのが当てはまらなくて、逆に面白い、世界に、なってますね。はい、さあということで、まあ、コロナウイルスにね本当に負けずにいきたいところですね。ただ本当に外出を控えてですね、まあ、自分がかからないように、そして、大切な人にうつさないように、そういった自粛活動をね、やっていきましょう。まあ、これから僕もねゲーム配信もしますし、こういった形で仮想通貨やその他、気になるニュースなどはね追ってお伝えしていきたいと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。さあ長くなりましたけれどもね、共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。